はい、皆さんこんにちは。フラワーティスシンです。今日はね、お誕生日の来るフラワーアレンジメントを作っていきたいと思います。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、では作っていきます。まずはですね、この八重咲きの百合をね、入れていきます。まあこの百合にどういうふうにこう入れていくかはね、ポイントですよね。この向きをしっかりこう見定めてですね、まあただどっちでもいけちゃう感じなんだけどね。こっちなのかな、こっちにしましょうね。はい、次にこのシンピジウムを入れてきますよ。ちょっと2つにカットしていくんですけど、このね、2つにカットするときにどこでカットしていくかが重要で、今回ね、まあ今のシンピって少し頭がこう柔らかいんで、うん、あ、でもそうだな、まあでもここでカットでしょうね。こうカットしました。一輪だけちょっと外しますね。こういう感じですね。で、あの残りの神秘も入れていきますけど、まあ、少しこんな感じで入れていきますね。で、このね、シルバーアニバーサリーを入れていきます。シンピジウムについてるね、この綿がね、結構鼻のとこについてたりするんで、それはきちんと取っていきましょうね。あ、頭のとこは水下がりやすいんで、こういうところをもし危なそうだったら弾いちゃいましょうね。はい、したらね、ちょっともうちょっとここでシルバーリーフも入れていくんですけど、こ
それに合わせてブラックリーフも少し入れていきましょうか。N フラワーテクニックのカーブをカットするというテクニックですね。こうすることによって葉っぱの長さをね、調整することができます。黒いブラックリーフが入ることによってこうアクセントができてくるのが分かりますか？これ赤ドラセナも入れていきますね。いい感じで仕上がってきてますね。
はい。したらシルバーなんだっけ、アニバーサリーか、シルバーアニバーサリーを入れていきますよ。さらにね、この色のトルコを入れてきます。ワイン系のトルコですね。めっちゃかっこいいですね。そしたらですね、ここでブラックリーフを入れていきます。あ、じゃあブラックリーフじゃない、コニカルブラックを入れていきますね。セダムリジーを入れます。ここに入れました。
はい、こちらで完成です。では近づいて見てみましょう。